オープン戦、阪神5、6、ヤクルト、8日、甲子園球場。オープン戦未勝利の阪神が5点リードの8回に1イニング4失策とエラーの連鎖で一挙6失点。逆転を許し、開幕から7戦草全敗の球団ワースト記録となってしまった。写真、体の後ろにボールが痛恨すぎる小畑がトンネルした瞬間。西一塁から右翼ファウルグラウンドへ飛球が飛んだが、 前川がグラブに当てながら落球。風で打球が押し戻されたことで目測を誤り、失策が記録された。さらに西満塁から夕頃をさばいた大畑が、二塁へ悪送球。なおも西一三塁から浜田が放った左中間への打球に対し、中堅に入っていた森下が追いつきながらもグラブに当てて落球。このプレイにも失策が記録され、エラー絡みで一挙4失点となった。 三度もチェンジの場面がありながら味方の接種に足を引っ張られた霧式は球数が40球を超える事態に。なおも西一三塁から代打、内山に同点タイムリーを浴び、打者一巡した。さらに小畑が二個目の失策を犯し、ついに逆転を許してしまった。ベンチの岡田監督も一イニング四失策の異常事態に厳しい表情を浮かべた。結局、八回、 9回と反撃することもできずまさかの大逆転負けを喰らった阪神。これでオープン戦は開幕から7戦全敗、球団ワースト記録となった。試合後、岡田監督は4失策について、普通は起きひんけどなぁ、と語っていた。